国際義肢装具協会は非政府組織として1970年にデンマークのコーペンハーゲンに設立された。正式名称は The International Society for Prosthetics and a u t a t i c s エスポは義肢装具による治療、リハビリテーション工学、車椅子などの異常器具などの関連領域の提供に関連する科学とその実践に寄与している。2010年に 本部はベルギーのブリュッセルに移転した。各国の支部を持ち、日本支部は神戸医療福祉専門学校見た校内に設置されている。国際義士装具協会は義士、装具、リハビリテーション工学とその関連領域における多職種連携による組織である。1970年にデンマークのコペンハーゲンにおいて外科医、義士装具士、理学療法士、 作業療法士、エンジニアのグループによって、神経筋、骨疾患のすべての患者の治療を促進するために設立された。エスポは、国連経済社会理事会の特殊諮問資格を持った、非政府組織であり、世界保健機構とは、公的関係にある。85カ国3003名の会員を有している。5名以上の会員を持つ国、地域は協力して、 その国を代表する支部を設立することができ、支部は40カ国に設立されている。支部を設立することにより、各国は協会の運営機構へ代表として参加し、発言することができる。日本支部は世界に2番目に会員数の多い支部として、国際舞台での活躍が強く期待されている。快速に掲げる会の目的は、以下の通り、義装具の関連事業において、 その団体に対してのガイダンスやコーディネートの実施。資源の最適な利用の探求を行う国際的なアドバイザリー組織としての役割を遂行する。機関紙の発行、セミナー、教育コース、会議の企画により情報交換の媒介としての役割を遂行する。研究、開発そして教育活動を促進し指導する。技師総具関連職種の教育。 訓練活動に対して奨励し、援助し、関連する。患者の治療のために、疑似装具の果たすべき責任への活動を援助し、指導する。適切な国際基準を確立するなどの方法により、高いレベルの確率的な治療を促進するための計画を実行する。会員となることで、同様の活動や興味を持つメンバーと、専門職としての関与や連携を取ることができる。 また、専門分野の様々な側面でのベストプラクティスの情報を得て発信することも可能となる。その中で最も重要なのは、個々の会員が国内外で、義肢装具に関連する分野において、将来を方向づける最適な機会を得られることである。5人以上の会員がいる国や地域では、共同して支部を設立することができ、会員はエスポのすべてのイベントに、 会員価格で参加できる。途上国の会員や学生会員は、会費や登録費の割引を受けることができる。すべての会員には、義肢装具の分野で、第一級のジャーナルである、機関誌、プロステテティックスオーターティックスインターナショナルが配布される。 2009年度国際委員会プレジデントレパートより http コロンスラッシュスラッシュ www.ispo.ws スラッシュより視聴可能この3年間でエスポは順調に拡大しており会員数は3000人を超え支部数は40を超えた特に活動の中心がヨーロッパから南米アジアへと拡大しておりより国際的な活動を行うようになってきている 会の活動にインターネットなどの IT の導入が進んでおり、役員会や各委員会の活動を遠隔会議によって行うようになり、またその議事録は速やかに本部 HP 上記よりダウンロードできるようになった。機関紙や各種出版ものも HP で会員が閲覧できるように進められている。また、コンセンサスカンファレンスやショートプログラムも HP 上での公開が行われる。 予定である。教育委員会による義肢総具教育プログラムのカテゴリー認定は、途上国でのキャティを中心に進められてきたが、現在では CAT1 へのリクエストが先進国より多く寄せられており、CAT1 の認定も積極的に行っている。2010年5月にはドイツライプツヒでの世界会議が予定されている。義肢総具業界での国際見本市として知られている。 オーソペリギハテクニックとの初めての開催でもある。エスポ、日本支部の独自の活動としては、国際会議へのサポート体制を充実させている。技師装具学会や技師装具司協会の学術大会時には、無償ブースを提供していただき、国際大会の告知を積極的に行った。2006年には、カナダ大会の大会長ドクターエドアルト・ラマヤ、ア。2009年には、 ドイツ大会の代表として、エスポ、オーストリア支部会長のドクター、フランツ・ランドワーを招致し、講演とともに、国際会議の宣伝を行った。オフィシャルツアーの指定や協力も行っており、ツアー会社の協力により事前登録代行、現地登録受付での日本支部専用デスクの、設置など会員へのサポートも実施している。東南アジアへの国際援助として、 アジア国際支援基金を設置している。2008から2010の参加年計画では、カンボジア、ラオス、アジア近隣の先進国のエスポ支部などのネットワークの構築も進んできており、幕張、香港、ソウルと続けてきたアジア技師総合学術会議をエスポの地域カンファレンスと位置づけ、各支部のサポートを続けていくことが議論されている。2009年8月には、 エイパーム2009香港大会が開催され、日本支部もグループ登録や、告知活動の積極的な応援を行っている。今後このネットワークに、中国、台湾、タイなども加入してくることが期待されている。メンバーの協力により、本部機関紙であるプロステテティック・オーターティック、インターナショナルの和文用紙の発行も好評であり、今後支部 HP での公開なども検討しており、 本部編集委員会よりの正式な公認やサポートの議論も行われている。IT 革新によって世界がより身近に感じられるようになった現在、国際交流、国際協力、国際貢献は、技師総具業界に限らずますます積極的に行われていくはずであり、容易になっていくことは間違いない。日本の技師総具士にとって語学の壁が大変高いと思われるが、 国際交流により得られる経験や技術は大変貴重なものである。また、今後は国際的な評価を得られるものでないと、間に高い評価を得ることは難しいだろう。より多くの日本の儀式装具の研究者が世界の儀式装具に関する活動に興味を持ち、エスポの会員となることによって、その国際ネットワークを最大限に活用し、各々の世界への扉を開いていくことが、 期待されている。ありがとうございます。